木村研究室では宇宙ゴミの除去、これに関連する研究をですね、様々取り組んでます。地球の周りにはいっぱい使い終わった衛星だとかですね、ロケットの残骸とか、そんなものがいっぱい飛んでます。で、これものすごいスピードで飛んでるので、大変危険ですし、接触して勝手に数が増えるという非常に厄介な存在ですね。これを取り除くために、様々なシステムが必要になります。我々のところでですね、一番力を入れているのが宇宙ゴミを見つけてそこに確実に近づく、この目と頭の技術ですね。これ組み合わせますと頭の良いカメラが出来上がります。こういったものを開発をしています。宇宙ゴミの問題は実はここ数年急速にやっぱり関心を集めてきています。衛星の利用がすごく増えてきてですね、これ取り除かなきゃいけない。で、こういったのを受けてですね、つい先日アストロスケールという会社が実験衛星を打ち上げました。アドラス J と言いますね。今回はですね、チャレンジとして非協力対象と言いまして、宇宙に漂っているものをちゃんと捕まえると、これ世界で誰も成功したことのない大変チャレンジングな技術です。アストロスケール創設からですね、いろんな形で技術的に協力させていただいています。今回の実験でですね、浮いているもの、あるいは宇宙ゴミを捕まえるというところまで実現できます。極めて難しい技術なんですけど、これができると、様々なことを今度はそのゴミに対して、あるいは建造物であるとか、まあそういったところに応用していくことができます。で、例えば修理であるとか、あるいは燃料の補給であるとか、まあ、こういったことにまでサービス発展するというふうに思われています。私はこの宇宙ゴミの問題に取り組んできました。また宇宙のシステム、いろんなシステムに取り組んできたんですけれども、こういう一つのことを実現するためにはですね、いろんな知識とかいろんな関心、あるいは発想が必要なんですね。ですから、いろんなことに興味を持っている人に非常に私期待しています。私自身薬学部出身でして、分野も全く違うんですけれども、まあ、そういった違った発想から生まれてくるイノベーションみたいなものをすごく大事にしたいなと思ってます。ですから、うちの研究室の学生たちもですね、まあ、それぞれ様々な研究にチャレンジしてるんですけれども、いろんな視点でお互いに切磋琢磨しながらやっていくことによってですね、大きなイノベーションって生まれるんじゃないかなというふうに期待してます。いろんな人たちの英知を集めないとですね、宇宙のゴミみたいな難しい問題って解決できないんですね。ですから、いろいろな関心を持っている方々、いろんな発想を持っている人たちですね、自由に我々の仲間に加わっていただいてですね、いろんな研究にチャレンジしてもらえると嬉しいなと思ってます。私たちの研究室の大きな特徴がですね、ミッションに一番近いところで研究をしているというのはすごく大きな特徴だと思ってます。先ほどのアストロスケール社のエルザ D という衛星に我々の開発したカメラが搭載されています。また、ハヤブサ2のタッチダウンの映像であるとかですね、イカロスであるとか、こうした賢いカメラが実現できるとですね、探査だとか、あるいは宇宙システムの自動化とか、まあ、そんなところにもすごく役に立つんですね。実際に私たちがやっていることが直接あるミッションで使われると、まあ、そういうような仕事をしています。なのでぜひですね、そういうミッションで使われるようなシステムを一緒に作りたいと思いませんか。